どうも、ガワちゃんです。どうも、外人です。はい、今日なんですけど、はい、モーニングがしたいということで、はい、今日集まったわけなんですけどね、はいはい、今何時や？今3時や。モーニングの時間じゃないんや。というのも今日ね、ちょっと大臣が寝坊しまして、そう、寝坊したっていうから、はい、美容院行ってたんですけど、はい、美容院の時間がちょっと遅れちゃって、はい、モーニングに間に合わないと、はい、でもモーニングがしたいと、はい、で調べたところ、このカフェタイムさんっていうね、はい、看板ないよちょっと、はい、うん、ところがなんか一日中モーニングやってるみたい。うん、ほんまか？そう、ほんまかってやつですよ。モーニングちゃうやろ。そう、しかもメニューが豊富で、はい、なんか安いみたいな、はい、何これ。ってことでちょっと今日ここにいます。実態本当にやってんのみたいな。なんか、ね、朝のモーニングと、まあ、昼以降のモーニングの値段違うかもしれないしね。確かに。そう、それちょっと含めちょっと暴いていこうってことで、はい、今回お邪魔したいと思います、はい、レッツアバタケダブラ。ガク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 。やばいやばい。はい、店内の方にね、来たんですけど、はい、すごいっすよ。これランチですね。これランチです、はい、これランチか、はい、ランチもめっちゃある、まず、はい、でも、僕らの目当てはモーニング。このモーニングサービスメニューですね。ね、モーニングだけのメニューがね、もうこんなに何ページある？ 4 ページもある。これ全部モーニングですから専用ですよ。見てこれ、ちゃんと時間が形成されたら、朝の6時から夕方の18時半までモーニングが楽しめる。この時は止まっとるんか。とんでもないっすよ。で季節にもあるね、雑かお前。雑か。今日はですね、ホイコーロー定食。うわあ、ランチがね。うわあ、食いてー。あー、ランチもね、安いからね。ランチも530円で。安すぎんでしょ。毎月のこれです。税込みですよ。これです。めちゃくちゃ安いよ。ドリンクもだってこれ400円、450円、500円。あ、これで、ね、これを一つつけると、今までさっき見たメニューが無料で。そう、無料でつくっていうことなんですよ。無料ほど怖いものはないぞ。怖いね。無料が一番怖い、ね、ここまでは印象いいですよ。消費税 100% とかじゃないから。そうそう、ね、怖いね。どこが税金を貸し取るのかなってくる。ここだけ異国なのかな。あ、そう、え、は、じゃあ頼みましょう。そうだね、決めましょう。はい、はい、じゃあちょっとね、頼んだ飲み物来たんで、せーの、イルミナピー。今回は外さない。コーヒーでも普通に美味しいね。なんか安物のコーヒー感はないですね。おー、バン。はい、ということでね、料理来たんですけど、はい、まあ、普通にね、これ食べてもやっぱ面白くないじゃないですか。食べたい。はい。いや、まあ、僕ら YouTuber ですから、やっぱり、まあ、ただでは食べれないです。違います。いや、これは僕のものです。あ、いや、でもやっぱ食べれないのが YouTuber なんで、ここからね、はい、じゃんけんをして、うん、勝った人から、はい、この、食べるものを選んで食べていけるという。うん、だから、勝たないともう食べれません、うん、はい、うん。食べたいものを頼んだと思うんですけど、うん、働かざるものを食うべからずということですね。ただ働きですね、それで言うと。そうだね、そうだね、負けたらただ働きになっちゃうから、うん、まあまあまあ、これこういう感じじゃないですか、やっぱ。マジか。うん、それでは行ってみよう、じゃんけんタイム。せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。おー、まあ、じゃあみんな食べれるということ、はい、いや、ダメでしょ。せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。もうまずこれで大臣はもう食えない。ここでまずこれ最初に選ばれたらもう激甚。はい、よ、せーの、最初はグー、じゃんけん、はい。おお、なんかチョキ出るの多いな今の。揺さぶりですか。じゃあ俺グーいくわ。はい、グー、はい、よ、せーの、最初はグー、じゃんけん、はい。いや、今度俺パー出します。まあ心理戦ですから、これはパー出すよ。今度じゃあ俺、せーの、最初はグー、じゃんけん、はい。この二人の仲がいいな、もう。せーの、最初はグー、じゃんけん、はい。なにどういうこと。こんなに来るとなんかわけわかんない。いや、もうそれだけ二人の心が通じ合ってるってことですよ。それはない。まあ、でも次決まりますね、おそらく。最初はグー、じゃんけん、はい。
なんなの、どういうことなのあなた。絶対チョキ出すと思ってんの。なんで絶対チョキ多いな、最初ついたから次絶対チョキ出すと思って。というわけでガチャで出した。引退ペンセット。はいはい、はい、あ、最初グーチョキブー。なんなの、なんでなんでなの。どうもどうも。なんでなの。どういうことなの。どうもどうも。奇跡だよ。あ、もうすぐ行きます、すぐ行きます。やらせなしだから、すぐ行きます。はい、あ、最初グーチョキブーしゃー。どうぞ。きた、ちょっとうるさかったね今。食べてくれるか。いや、まあでもこんなんいつも来たら多分頼むんですよ僕。だからちょ、自分のは除外する。じゃあとりあえずサラダでいい。え、もうこれあれじゃない、プレートごとた、あの、選んじゃうっていうことなんで、サラダとかじゃないんですよ。プレートごと選びます。あー、終わった、はい、終わった、絶対取られる。まあ、なんで、ちょっと、はい、僕はこのクレープいただきたいと思います。いただきます。改善へ。こんなんやってられんの。これ何クレープだった。キャラメル生いちご。あー、好き好きなんですよね、キャラメル。こんな大人にはなるのよ。みんなこんなやつになってはいけない。最高、いただきます。最高じゃん、勝者の味じゃん。もういただきます。うまっ。人の頼んだやつ食うバカうまっ。気持ち悪い。うまっ。なんか人が食ってるやつさ、パーって取りたくなるじゃん。あれを公式にできてるなんて。はい、食ってくれるか。リポートいるからね。うまいっす、これ。うまいっすしか言わへんやん。じゃあ、ちゃんと食レポしよっか。うん、うまっ。え、食レポしないんですか。しない、できない。屋台のクレープです。一緒なの。一緒、クレープっていうものです。下手くそ、下手くそやな。食べるのかわいそう。完食で食べられました。それでは行ってみよう、じゃんけんタイム。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。一発勝ちじゃん。執念が来てる。さあ、どっち、どっち行く、どっち行く。甘いの行きたかったから甘いのじゃないですか。うん、行くか。じゃあ私、はい、こちらいただきます。優しい、カップ上がった。いや、そんなことないな。はい、そっちが食べたかったからね。普通に、普通に、隣の人がちょっと食べてくる、食べてくるんで。これね、普通に今買ってね、自分の食べれとったもんね、今この段階からね。はい、また俺が買ってこれ食べたらもう円満よ。確かに平和的解決やった。サボってるもん。結構ボリューミーじゃない？今日ももうかぶりついちゃいますよ、ね。おお、いいじゃない。うん、最高。うん。わあ、いいね。野菜結構多めに入ってるね。この葉っぱがいいね、いいね。で、しかもこのね、タルタルがたっぷり入ってるんで、作り込まれてる。うん、完食。最高。ラスト一枠。これも食べた。これさ、これきついぜ。だって3分の1だよ、確率。余裕余裕、俺勝てる自信あるもん。いや、なんなら僕も食べるんだけど。うん、それでは行ってみよう、じゃんけんタイム。じゃあ、いきますよ。円満に割る、円満に。はい、せーの、最初はグー、じゃんけん、はい。うわ、マジで。これまず俺がないの。イエスイエスイエス。当たり前だ。てめえはな、人のな、食いたいものをな、一番に食った天罰だ。じゃあ、はい、あと2人、いくよ、はい、最初はグー、じゃんけん、はい。うわ、なんじゃこいつ。なにこいつ。マジかよ。ここで一つ決まったのが、カメラマンをやってくれている一番働いているロウ君が食べれないというね。泣いてるもん、ちょっと目が。これが目うるよ、ね、俺に言ってもしょうがないけどな。俺に言うなよ。ゆで卵ついてさ、まだほらフィッシュか、何これ何コロッケ、うん、コロフライあるし、コーンスープですね。はい、フレンチソースは最後にいただきたいので、ゆで卵いいな。
下手じゃね下手じゃね普通に。あ、中黄色いね。当たり前だろ、君っていうぐらいなんだよ。何を言うとおりだ。タバコって知ってる？タバコ知ってる。まごー、腹減ったよ。だよね。ずっとカメラ持ってくれてるし。さあ、これロー君が一番楽しみにしてたフレンチトーストを今から美味しそうに大臣が頬張る。えっ、お前マジでうざいな。これで、はい、性格悪いぞ。お前性格クソ悪いです僕。どう？ロー君にちゃんと、もう視聴者どうでもいい、ロー君に伝えてあげて。マジでうまい。でしょうね。なんか全然この甘すぎなくて、うん、ちょうどいい甘さです。あ、食べやすい。ロー君好きそう、こういうの。絶対好き。うわー、うまそうじゃん。刺されるな、後で。刺されるよ。なんでうまそう。俺も食いたくなってきたもん。一つもらっていい？黙れ黙れ。お前の黙れ今ガチだったね。はい、完食。うわー、結局これ大臣が2人分食べちゃってね。誰が一番幸せって、もう完全にあなたですよ。ガワガワ。この間ちょっと友達と、この格安モーニングに来てじゃんけんをして食べれないやつを作るっていう遊びも楽しいと思います。そういう遊びじゃないんだけど。それはやめた方がいいです。マジで友達を失います。失います、はい、もう今僕失ってるんで。現在進行形で。カメラなかったらもう無理っす。ボコボコにしますからね。格闘家が引くぐらいボコボコにしてるから。ガワガワガワチャンネル登登登録よろしく。はい、っていうことで、まあ捕食シーンです。じゃあ、今からもう食べ終わったんで、ね、うん、ちょっと店長にね突入してから帰りたいと思います。はい、はい、ガワガワ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。こちらです。食べてないけど。食べてないけど。いや、食べてないですけど。はい、あ、食べれてない。そう、あのじゃんけんしたんですけど全敗しました。全敗しました。今度プライベートできます。味どうでしたか。すごい美味しかったです。今度プライベートできます。丸分かりですね。はい、リベンジします。はい、ということで、なんか、はい、モーニングサービス、はい、サービスなんですよね、これって。はい、はい、普通はもう、あのお金払うところをもう無料でつくものが、ね、ここのお店130種類ですね。そうね、めちゃくちゃあるってことで、ちょっとこのお店のなんでもない、ね、なんかよく言われるらしいんですよ、その買ってきたやつじゃないかとか。そういうわけじゃないですもんね。そうですね、手作りの、まあ、ほとんどのものが手作りでやってる、はい、手作りでやってる。そう、でも何か一つこれがもうめちゃくちゃ美味しいとかではなくて、もうその種類の中から種類が多い方が一番ですかね。そうですよね、なんか選ぶ工程が楽しい。人それぞれの好きなやつを探してもらうっていうスタイルですもんね。なんかそうそう、あと気分によってさ、はいはいはい、違うじゃないですか。あ、はい、そうですね、確かに。だから一人来ても楽しめるし、何回来てももうね、130種類ですからね。何日かかるだ。そう、だから絵の楽しさから入るっていう、そこがもう強みとなっておりますということで、まあよかったらね、ぜひ皆さん、来てみてくださいという。お気に入りの一品を見つけてます。一人からでもカウンター席もありますから。はい。ね。はい。で、店長様の優しい方なので、はい、あのなんかちょっと一段がこぼしてみてもいかがでしょうか。はい。まあじゃあ終わりで。終わりで。はい。マジでおすすめです。いや、マジでおすすめです。来た方がいいです。はい。ということなんで、はい、お願いします。すみません、今日はありがとうございました。はい、本当にごちそうさまでした。いや、食ってねえか。食ってないけど。食ってないけど。今度来ます。はい、はい、ということで、このね、はい、動画が良かったと思った方は、はい、チャンネル登録、高評価、はい、コメント、お待ちしております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。せーの、バイバーイ。チャリンコレリコ、一周をすると決めたあの日からいつまでも、この旅は続き、It's my チャリンコストーリー、 Honey my チャリンコストーリー。 YOW!